トゥプアタマセセメア、俺は、西サモア独立国のオーレアオーレマーロー。大英帝国勲章のコマンダー尺保持者。1905年、トゥプアタマセセであったトゥプアタマセセレアロフィは、アナ一世の三男として生まれた。トゥプアタマセセは、現代サモア社会において、特別に高い権威を有する四人の大主張の一人で、ある。19世紀以降のドイツ・イギリス・アメリカの進出に、して、 タマセセイ族は、それぞれ外国勢力と結んだ他の大首長とサモアの覇権を争った。1899年のドイツによる植民地支配の確立までには、マリエトア、マターフファ、トゥマレーリ、イファノと並ぶ4大首長の地位を定着させることに成功した。第一次世界大戦の結果、西サモアはドイツの支配を脱して、ニュージーランドの委任統治領に移行した。 しかし当初のニュージーランドの統治は設立で、スペイン風邪の流行に際して不適切な権益で、人口の22%を死にたらしめたため、独立運動である第二次マウ運動を誘発することになった。1929年12月28日のニュージーランド軍のサモア人群衆への発砲事件によって、トゥプアタマセセだった兄のトゥプアタマセセレアロフィは、アナサンセイが、 死亡したため、メア、オレガ、トゥプア・タマセセの称号を継承した。その後、1936年の労働党政権の成立によりニュージーランドは政策を転換。タマアイガの影響力を統治に活用して、現地のサモア人と融和を図る政策に移行し、ニュージーランドから派遣される高等弁務官をタマアイガ2名が顧問として補佐する体制が導入された。 1959年には独立に向けた南着陸の一環として国家元首に相当する組織として高等弁務官と玉合いが2名からなる国務会議を設置した。メンバーに選ばれたのはメア、オレとマリエトア・タヌマフィリ2世の2名であった。またメア、オレとタヌマフィリ2世の両者は新憲法の起草と独立の準備を担当する委員会の共同議場にもなっている。 両者の得意な地位は新憲法においても尊重され、新生独立国の国家元首の地位については、定員1名、選挙制、任期5年という一般規定とは別に、メア、オレトタヌマフィリ2世という特定個人のための特別規定が設けられた。両者は、独立の日と同時に共同で、国家元首の地位につき、死亡、辞任、悲鳴によりその地位を失うまで終身その地位を保つ、 こととされた。サモアが西サモア独立国として独立を果たした1962年1月1日、メア、オレは憲法の規定に従ってタヌマフィル2世と共同でオレアオレマーローに就任し、翌1963年4月5日に57歳で死去するまで勤めた。タヌマフィル2世は2007年の死去まで単独で引き続き勤めた。メア、オレの死後、 トゥプアタマセセの称号は、おいのトゥプアタマセセレアラフヨアアナ4世が継承した。1983年にレアラフヨアアナ4世が死去すると、メア、俺の子息トゥプオラトゥフがエフィが継承した。ありがとうございます。